まあ、冬になるとコートスタイルとかジャケットスタイルとかが多くなって、革靴合わせるとどうも決めすぎになっちゃうんだよな。でもスニーカー合わせるのはなんとなく嫌なんだよな。子供っぽくなっちゃうし、なんかいい革靴ないかな、決めすぎにならないちょうどいい革靴ないかなっていう人に作りました。エア入りローファーを作りました。というわけで今回は MB アイテムのご紹介です。エア入りソールのローファーを作りました。まあ本当にすごくわかりやすいドレスとカジュアルのバランスというアイテムですけれども、革靴なんだけどスニーカー、スニーカーなんだけど革靴っていう、まあ決めすぎにもにもならないし崩しすぎにもならないちょうどいいアイテムが出来上がりました。しかもこれ身長も盛れるしオールシーズン使えるし、なかなかいいこと尽くしなんですけど、ちょっとこの説明をしていこうと思います。そもそもこのエア入りソールのローファー、まあ海外だとダッドローファーみたいな表現したりもしますけども、メゾンマルジェラだったりとかバレンシアガだったりとかプラダだったりとか、その辺が結構この辺のそのローファーなんだけど革靴なんだけどちょっとソールで遊んでるっていうアイテム最近出してるんですね。これどういう流れかっていうと、ダッドスニーカーってあったじゃないですか。スニーカーをすごくこうあえてダサくして、あえてボリューミーにして、ちょっとそれでなんかコーディネートの全体を崩しとして使うというダッドスニーカーの流れがあったんですけど、少しずつ大人っぽいアイテムが今トレンドとしてはこう好まれ始めてるんですね。僕が毎週日曜日配信しているメルマガでも、今月9月に配信したもので、メンズファッション2020年秋冬トレンドレポートってところでも書いたんですけれども、少しずつストリートファッションの波が収まってきて、徐々に大人っぽいスタイルが好まれるような、まあスーツだったりとかね、スラックスだったりとか革靴だったりとか、スニーカーが少しずつ革靴になっていったりとか、デニムが、まあ、デニムというかスウェットパンツとかデニムとかっていうのが少しずつスラックスになっていったりだとか、まあ、あとはダウンジャケットとかが、チェスターコートとかになっていったり、ステンカラーになっていったりだとか、まあ、ちょっとフォーマル気味にアイテムの傾向が少しずつトレンドとしては変わってきてるんですね。で、その中でダッドスニーカーとかっていうのも全然まだまだこれから使えるは使えるんですけれども、ただまあ新しくブランドが打ち出すアイテムとしては、ダッドなスニーカーではなくて、ちょっとこう、スニーカーに近いような革靴、まあ、いきなりトレンドって変わんないんで、スニーカーが今までものすごい支持されていたところから急角度で革靴になるとかってのはありえないんですね。トレンドってのはみんなの気分なんで、スニーカーから徐々に徐々にちょっと大人っぽいものに変わっていく。だからスニーカーもあんまりこう切り替えがめっちゃ激しいものよりもちょっとこう大人しめのやつだったりとか、逆に革靴も度がつくぐらいのフォーマルな革靴よりもこういうちょっとこうなんていうのかな、スニーカーのとの合いの子みたいな、革靴が結構支持されてるんですけど、その辺のトレンドを加味してですね、ちょっと今回作らさせてもらいました。ただまああんまりトレンド意識しすぎるとネタモノアイテムみたいに見えちゃうので、なるべくですね、パッと見本当にただのローファーに、シンプルなローファーに見えるように作って、さりげなくエア入りのソールを使ってるっていうバランスにしてあるので、まあある程度トレンドが移り変わってもですね、使い続けることができるようにというのは考えてあります。でこちらのエア入りソールのローファーなんですけど、特徴が結構ありまして、一つは身長漏れるっていう話ですね。どのぐらいの身長が漏れるかっていうと、まあ、ここにメジャーがありますけど、だいたい4センチぐらいあるんですね。まあ、こっから入っていくって感じだから、だいたい4センチぐらい身長漏れます。まあ、これは普通の革靴よりもちょっと高めの設定になってるので、165センチぐらいの人が170センチ台までいけるぐらいの感覚、まあ、4センチか5センチぐらい、5センチまではないかな。4センチか 4.5 センチぐらいだと思うんですけど、まあ、そのぐらいの身長が漏れるっていうのがこの、ローファーの特徴だと思います。シークレットシューズみたいなのってあるじゃないですか。身長漏れるシークレットシューズみたいなのってあると思うんだけど、あれって意外とかっこよく見えないんだよね。なんでかっこよく見えないかっていうと、確かにソールが分厚いと身長って漏れるんですよ。5センチ持ってあるシューズとか履くと確かに5センチ身長は高く見える。でもシークレットシューズを履いた経験がある人だったら誰でもわかると思うけど、鏡で見た時に確かに身長が高くなって目線は高くなるんだけど、鏡で見た時になんとなく自分の格好がバランス悪く見えちゃうんだよね。特に足がちょっと短く見えちゃうって思った人はかなり多いはずなんですね。で、厚底の靴が全然悪いわけでは全くないんですけど、着こなし方次第なんだけど、何にも考えないで厚底の靴を使っちゃうと、身長は高くなるんだけど、足は短く見えるっていうジレンマに悩まされることになります。それなぜかっていうと、ボリュームがある厚底の靴っていうのはですね、視線を集めてしまうんですね。足元に視線を集めてしまいすぎて、その結果、
足の長さっていうのがバレちゃうんですね。靴にですね、過剰に目線が行くようにしちゃうと、ちょっと足って短く見える傾向があるんですね。もちろんカバーする方法はいくらでもあります。腰の位置を隠し、トップスで隠してあげるだったりとか、まあ、シルエットで調整してあげるとか、まあ、いろいろ方法としてはあるんだけど、何にも考えないと厚底の靴は結構バランスを逸してしまうことが多いんですね。そこで、この靴は、今回の靴はエア入りソール、クリアーソールにしてます。クリアーであまりその色が入ってないからこそですね、ソール自体がそんなに目立たないんですね。結構厚底なんですよ。4センチとか5センチって結構メンズにしては厚底なソールなんですけれども、その厚底感が出ないように透明カラーにして、まあ本当にこう普通のローファーのサイズ感に見えるので、過剰に視線を集めることがなく身長も高くバランスも綺麗になるというところで作らさせてもらいました。結構いい出来になったと思います。これ実はずっと作りたくて、ダットローファー的なその革靴なんだけど決めすぎにならないというか、僕結構冬場のスタイルって決めてる格好着ちゃうんですよ。ロングコートとかやっぱりかっこよくて大人っぽく見えるし、まあレストランデートとかでも使えるしね。で細身の黒のパンツ、まあ僕スキニーとかスラックスとか結構好きだから、で革靴も好きなんですよ。スニーカーも大好きだけど、どちらかというと革靴の方が好きだったりするんですね。なのでコート、スラックス、革靴ってなっちゃうと本当仕事着みたいになっちゃうでしょ。でそれをなんとかかっこよく、なんかヨーロッパの人みたいに自然にかっこよく着る方法って難しいなーっていつも思うんですけど、そういう時にドストレートなローファーではなくて、こういうソールをスニーカーソールにしたローファーがあれば、ちょっと自然に崩せるんじゃないのかな。大人っぽい印象はあるんだけど、スニーカーほどカジュアルでもないっていう、そのちょうどいい中間地点を狙えるんじゃないのかなと思ってずっと作りたくて、でマルジェラとか見てもやっぱりこういうのやってるし、プラダ見てもこういうのやってる、バレンシアガ見てもこういうのやってる、やっぱり世界のトレンド的にもこっちの方向に進んでるんだなっていうところで、ちょっと自分でも作ってみようと思ったんですけど、なかなか難しくていいソールが見つからなかったりだとか、ソールを優先して選んじゃうとアッパーがちょっとボリューム出すぎちゃってスニーカーに寄りすぎちゃったりとか、結構やり直しても大変だったんですけれども、なんとか綺麗な形で仕上がったんじゃないかなというふうに自負しています。スニーカーソールのローファーなので、これ通年使えるのもありがたいと思います。ローファーって普通のねレザーソールのローファーとか真冬に履いちゃうとちょっと寒々しい印象もあると思います。でもこれはスニーカーソールで裏がこういうブロックパターンのソールにもなってるし、まあ雨でも歩けるように防滑性もあります。滑りにくくなってます。でなおかつ、まあ、浸水もしにくいですし、まああとはちょっと厚みがあるので、まあ雪道これで歩く人がいるかどうかはわからないですけど、まあ札幌みたいに積雪がめちゃめちゃあるとかじゃなければ、僕も新潟の海沿いの生まれなんですけど、海沿いだと本当にそんなに積もってもそこまで積もらないんで、新潟とかだったら全然これでもいけると思うんで、大概の地域はおそらく真冬でもこれ使えると思います。まあ本当にブーツじゃないと無理みたいな、積雪量だと難しいと思いますけど、大概の地域はいけると思います。で、かつですね、かつ夏場にこれ履いてても別にそんなにおかしくないと思うんですよ。まあ、夏に革靴履いてると蒸れて見えるから嫌だっていう人もいると思うから、真夏はもちろん難しいかもしれないけど、少なくとも春とか夏の初めぐらいにこれ履いてても全然おかしくないでしょ。だって見た目はローファーなんだから。でも秋冬に履いてもおかしくないっていう、通年使えるデザインになってるので、この辺はすごくありがたいところかなというふうに思います。で、ローファーとか革靴ってどうしても歩き心地が心配だと思うんだけど、歩き心地的にはこれ結局ソールがスニーカーだからクッション性が高くて、歩き心地もスニーカーなのね。だから非常にその歩き心地も良くて、で見た目はでもブッドレスライクな革靴っていうバランスの取れたアイテムになってると思う。これ多分服好き相当反応するんじゃないかなと思ってて、僕の事務所に来てくれてるデザイナーさんだったりとか、まあ、工場の OEM の会社さんの人だったりとか、打ち合わせするたびにこれ結構飾ってあるんですけど、これどこのブランドですかって割と何回も聞かれたんですよ。で、まあそれ普通に自分で作ってるやつですみたいな、あ、そうなんだ、すごいみたいな、これ個人オーダーできますかみたいなので、これ結構ね、今までで、まあ一番じゃないんだけど、2、3番目ぐらいに個人関係者からの個人オーダーが入ったアイテムになってるので注目度高いと思います。展開の話なんですけど、今回ちょっと変則で、合皮のタイプと本革のタイプ2パターン同時発売することにしました。こちらが合皮、こちらが本革。合皮は10,000円税込みですね。本革は税込みで19,000円かなになってます。価格差8,000円なんですけれども、正直ですね、見てもほとんどわからないレベルだと思います。こっち本革、こっち合皮です。ほぼわからないですよね。写真にするとなおさらわかんないと思います。
これが本革、どっちが本革でどっちが合皮かって多分わかんないんじゃないかなと思います。で、なんで合皮と本革どっちも展開するのかっていうと、ちょっと選んでほしくて、まあ、今回ロットの問題がそこまでなかったんで、どうせだったら一緒にやっちゃおうと思って、まあ、好きな方を選んでくださいってイメージなんですけど、それぞれメリットとデメリットがやっぱりあります。本革のメリット、デメリットから言うと、本革のメリットは何と言っても馴染みやすさではないかなというふうに思います。本革なんで履いていくとだんだんこう足の形に馴染んでいってですね、歩き心地がどんどんこう向上していくのが本革のいいところだとは思います。あとは経年変化ですよね。ツヤ感がやっぱり履けば履くほど綺麗にツヤが出てくるので、あとはこういう履きじわみたいなのも本革って綺麗に出やすいので、その辺使っていくとやっぱり差はわかるかなというふうには思います。で、その反面、本革ってデメリットももちろんあって、まず一つは値段が高いっていうこと。値段がまあどうしても合皮と比べると少し高くなってしまうっていうのがデメリットだとは思います。あともう一つは水に弱いっていうことですね。まあ水に弱い、正確に言うと水に濡れたまま放置するのが弱いっていうのが本革の特性なんですけれども、水に濡れっぱなしで放置しておくとシミになる可能性があるんですね。それで弱いと言われるんですけれども、基本的に水に絶対弱いわけじゃないですので、雨の日に使えないとかではないんですね。まあ防水スプレーかけて雨の日使ってもいいし、もし濡れてたら帰ったらさっとこうタオルで拭いてあげて通気性のいいところで保管してあげる、乾燥してあげるっていうことをやるだけで基本的には大丈夫なんで、そんなにシビアに考える必要はないんですけど、一応デメリットといえばデメリットです。そういうケアがめんどくさいってことだね。で、合皮の方はですね、逆にメリットとデメリットから言うと、メリットからするとまず値段が安いっていうところ、同じように作っても実に8000円ぐらいの価格差が出たので、やはり合皮にするとですね、結構値段的には安く仕上げられます。そして、ケアが必要ないってところですね。水に濡れようが何しようが大して関係ないです。何しても大丈夫です。特に問題なくガツガツ使うことができます。逆にデメリットとしてはですね、まず経年変化がないっていうこと、まあこれは言い換えればメリットにもなるんですけれども、どんなやってもツヤ感っていうのはこれ以上出ません。で、履きじわっていうのも本革と比べると少し不自然な印象が若干あるんで、気になる人はまあ気になるかもしれません。正直僕は気にならないんですけど。で、デメリットとして、他のデメリットとしては歩き心地がまあ本革に比べるとちょっと劣るというところですね。まあどうしても合皮っていうのはつまりまあ化学繊維という化学的に作られたものなので、本当の革、レザーと比べると馴染みにくいです。もちろん鉄じゃないんで、別に鉄じゃないんで全く馴染まないってことはないんですけど、使ってりゃくたびれるし、使ってりゃ柔らかくなるんで、まあ歩き心地はまあ向上していくし、靴ずれも初めのうちだけで我慢すれば大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、まあより歩き心地をって求める人は当然本革を選択することになるとは思います。まあはっきり申し上げて、正直な感想として、僕は別にどっちでも気にならないというか、どっちでもいいやって思ってるタイプなんですけれども、以上のメリットとデメリットを踏まえた上で好きな方を選んでいただければいいかなというふうに思って2パターン作らさせてもらいました。まあ合皮にしてもですね、このソールを搭載してローファーの作りで10,000円なんで結構安くできたと思います。靴ってどうしても値段を下げるのが結構難しい領域ではあるんですよ。まあ靴屋さんって、まあ、考えればわかると思うんですけど、ナイキとかまあ革靴のメーカーとかもトリッカーズとかの何でもいいんですけど、靴のメーカーって専業メーカーが多くて世界的なメーカー結構多いじゃないですか。だから数出せるんですよね。なんでナイキなんて凄まじい数出すんで単価グッと抑えられるんですよ。一気に作っちゃうからね。なんだけど、まあ、やっぱり洋服のブランドがやる靴っていうのはどうしても安くするのに限界があるんですね。なのでその辺で結構靴作りは困ることも多いんですけれども、まあ幸いにしてちょっとまあうまい具合に生産背景に乗っけてですね、まあ、なんとかこのぐらいの価格まで抑えることができたので、まあ、この手のデザイン、エア入りのソールでこういうローファーのちょっと攻めたトレンドデザインの靴としては、この価格って多分存在しないぐらい安いんじゃないのかなというふうに思います。まあ合皮だと10,000円で結構安いですし、本革の方がもしかしたらコストパフォーマンス的にはみんな安いって感じるのかもしれないですね。本革のレザーでエア入りのソールを使って19,000円って安って思うと思うので、まあどちらかというとこっちの方がコスパ高いのかなとは、感覚的にはそうなんだけど、実は合皮の方がお得、まあそのお得、そうですね、お得な気がしますけど、まあまあその辺はどうでもいいとして、そんな感じでまあ2パターンやらさせていただいております。まあ着用
用としてはこんな感じですね。まあ、さっき冒頭で言った通りなんですけど、コートだったりとか、黒のスキニーだったりとか、まあ、そういう決めたアイテムを冬に着たい。でも、スニーカーは履きたくないっていう人多いと思うんですけれども、結構ね、大人になるとそういう思い強くなると思うんですよね。あんまり切り替えの入ってるスニーカーとか派手なアイテムとかって、なんかちょっと使いたくなくなってくるというか、30代、40代と進むにつれて、まあ、そういう人がですね、スニーカーっぽい革靴あったらいいなって思うのは結構共通する思いだと思うので、こんな感じで使ってもらえればいいかなというふうには思ってます。はい、そんな感じですね。 MB アイテム、まあ基本的にはメルマガ会員さん限定で販売させていただいており、こちらもメルマガ会員さん限定となっております。なんでメルマガ会員さん限定にするかっていうと、まあメルマガ会員さんって有料でメルマガ読んでいただいてるんですね。月額550円ですか、550円で読んでいただいてるので、まあ550円で今2万2000人か2万3000人ぐらい読んでいただいてるので、まあそれだけである程度うちの会社としてはお金が回っている状態になってるんですけれども、メルマガのそもそもの存在意義っておしゃれになることなんで、まあその僕は毎週5万文字でそのおしゃれの方法あったりとかトレンド情報とかおすすめアイテムとかそんな話をずっとこうバーってやってるんですけども、8年とかそのぐらい配信し続けてますけど、実際に物もやっぱりね賢くおしゃれになる方法があった方がいいなと思って、メルマガ会員さん限定で利益をあまり乗せないでですね、普通のブランドよりも利益をぐっと下げてサービス企画としてやってるのがこの MB アイテムです。まあバッと今10分以上喋ってるんで分かると思うんですけど、市場価格よりもぐっと下げてですね、まあ洋服好きな人だったら余計分かると思うんだけど、なるべく安くですね提供しているので、メルマガ会員さんはまあその550円払ってる代わりに安く買えますよっていう提案をしてます。なんで最近はこの MB アイテム目当てでメルマガ入ってくださる方も結構いらっしゃってですね、ありがたい話になってるんですけれども、まあ正直毎週毎週、作り続けて大して利益も出ないんで、来年は MB アイテムちょっとお休みしようかなってちょっと思ってるんですけど、まあ決めたことは僕は基本的にやるタイプなので、今年の初めに、まあ、毎週 MB アイテム やった方がいいですよってみんな楽しみにしてるから、いい加減なんで出さねえんだっていうクレームが来なくなりますよみたいな話を僕のアシスタントのまとめくんとした時に、まあそりゃそうだよなと思って、じゃあ今年はちょっと踏ん張って頑張ろうかなみたいな感じで毎週一方出すようにしてるんですけど、さすがにちょっと疲れてきたんで来年は休もうかなと思ってるんですけど、まあまあそんな感じで、結構頑張って、これは割と早い段階から企画があったんですけど作らさせていただきました。難しいですよね。スニーカーソールに簡単にローファー乗せればいいやとかって初めの素人考えでやってみたんですけど、ダメなんですよ。結局ね、元がスニーカーソールでしょ。だからスニーカーソールに簡単にこう、なんだろうな、レザーのその、こういうローファーデザインを乗っけると、当然スニーカーソールってボリュームあんのよ。だからね、変な形になっちゃったりするんですよね。なので、なるべく細身のソールを見つけてきて、その上でアッパーを成形するっていう風に考えたから、なかなかこのいいソールが見つかんなくて、難しいなぁとは思ったんですけど、まあ結構ね、失敗作もあるんですよ。これとかね、失敗作なんだけど、これまた違うソールなんだけど、同じようなエアーが入ってるソールにちょっとサイドゴアのブーツ乗せたんだよね。それでなんかね、なんかレインブーツみたいなやぼったさが出ちゃしまって、シャープな形にできないんだよね。こういうブーツってシャープじゃないとなんか本当にこう雨よけの靴みたいになっちゃうから、 ABC マートとかで売ってる超安い雨よけ靴とかに見えちゃうからさ、でもこれ結構コスト高いから実際に販売しようとすると2万円ぐらいになっちゃうんですよ。なんかこれで2万円ってお得感全然ねえなみたいな、同じことやったら、まあブランドがやったらもちろん高くなるんだけど、それでも安い方だと思うんだけど、ちょっときついかなと思って、まあなんか本当にね、いろいろサンプル今回作って、やっぱりやめようかな、無理かなとかって思ったんですけど、まあ最終的にいい具合に着地点が見つかってですね、こういう感じのバランスの取れた、エア入りの、ローファーが作りましたんで、ぜひ興味のある人はチェックしてみてください。個人的には本革でも合皮でもどっちでも構わないと思いますけれども、さっき言ったメリットとデメリットを考えていただいてですね、どちらかいい方、もし興味があればですね、どちらかいい方をチェックしてもらえればというふうに思っております。まあ通年使える、スニーカーライクなローファー意外と探すとないと思いますし、ハイブランドとかでしか見当たらないと思いますので、ぜひチェックしてみてください。こちら発売が10月5日ですね。10月5日の9時から発売になりますので、10月5日の9時の前にですねメルマガ登録しておいてくださると、まあできればねその1日前とかに登録入れといた方がいいと思うんですけど、登録しておいてくれると詳細見れるし購入が可能となりますので、メルマガは、概要欄の方に登録フォーム入れておきますので、そちらからチェックして
してみてください。はい、そんな感じで今日は MB アイテムのご紹介でございました。あ、そう忘れてた、靴一応返品交換可能にしてますんで、サイズちょっと靴はね普通の洋服と比べるとシビアだと思うので、届いた時にサイズが合わないとなったら返品交換対応しますので、そちらの返品交換用のフォームというかメールアドレスか、メールアドレスも詳細ページの方に書いておきますので、そちらもご安心ください。はい、そんな感じで終わらせていただきます。 MB チャンネル、普段はファッションロジック豆知識商品紹介などなどお届けしておりますが、美容の話やビジネスの話など男性を総合的にサポートするチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。